ちょうど今日、うん、ガクトさんの、うん、トレーニング友達の、うん、みなりくんが来てるんで、うん、ガクトさんの厳しさはより、うん、あの僕よりも知ってると思うんでちょっとね、うん、呼びましょう。ウクライナから来たわざわざ今日の、はい、理事付きビタリーさんです。どうもよろしくです。どうその一緒にどういうトレーニングをしてるの？いや私はもう基本的に筋トレは、まあ、こういろいろ教えていただいて、うん、ただこうずっとこう聞いていて、うん、もう本当に北里さんおっしゃってる通りのこう番組とかで僕もこう初めて会った時に番組と同じなんだって。なんかこう演じてるとかじゃないんですけども、うん、常にあれはもう、うん、ああいうガクトさんなんですよ、うん、でこうトレーニング結構大変ですけど、うん、ただ本人もやるんですよ、はい、たまにこう日本だとよくあるこう先輩がこうやれみたいな で自分やらないで、そうそうそう、本人が全部渡したい以上にやった上でこう追求してると思うんですよ、うん、本当にそういう意味では、まあ、厳しいと言いますか、その自分に対してめちゃくちゃ厳しいんで、うん、私たちに対してそれほど厳しくない気もしますよね、逆に自分に対する方が厳しいと。そうですそうです。じゃあ彼の背中を見て勉強するみたいな感じだね。そうですね、なんかかっこいい兄貴っていう感じで、うん、こういろいろ教えていただいた上で、まあ、世間で見たらかなり厳しいようには思うんですけど、うん、ただ自分に対してそんな厳しかったら、まあ、周りに対しても厳しくてもいいんじゃないみたいな。そうだね、普通に思いますけどね。じゃあ優しいところもいっぱいある？いや本当にこう面倒見めちゃくちゃいいですよ。あ、そう。あのノーとか言わないんですよ、うん、基本的になんかもう世の中の人たち忙しいとかよくこうその忙しいという言葉使ってる人が多いんですけど、本人、まあ、言い訳だよね。そうですね、うん、本人から忙しいという言葉聞いたことないです、ね、一番忙しいやつのくせにね。そう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 。もういつでもこうなんかこう言っていいですかみたいな、うん、あの言ったら、え、別にノーって言ったことないだろうって。おあのもうマレーシアとかもそうなんですけど、うん、こう仕事休んでちょっと行っていいですかとか、うん、いいよって、うん、そんなおもう本当に兄貴のような感じはしますね。どう、じゃあガクトさんから一番学んだことって何？いや本当に自分って生ぬるい人生を送ってるなとすごく思いました。思った。自分にめちゃくちゃ甘いなと思った。もう本当にガクトさんじゃなかったらそんな筋トレしなかったんでしょうし、うん、いやなんでこんな痛いのをやらなきゃいけないんだろうと。うん、正月番組でなんか。ボールみたいな重いボールをお腹にボンボンボンバレして一回耐えるとなんかお金もらえ、一回ごとにお金もらえて最後結構いろんな人うんこもらえて、あの今年の1月1日なんですよ、はい、だからもう本当に1月1日もみんな二日酔いだったりとか、まあ家でゆっくりしてる時にちょうどこのライブツアー前だったので、うん、大ダンサーたちと筋トレしてから の、うん、あのリハーサルだったんですよ、うん、で私はまあダンサーじゃないんで筋トレしか参加しなかったんですけど、はい、この 2,3 時間の筋トレの後にもう皆さんがもうリハーサルしてたのめちゃくちゃ大変そうだなと思いました。僕はただ単にもう昼行って、はい、でそのなんかお年玉キャンペーンやろうみたいな話で、はい、まあ与えられた人がお金もらえますと、うん、ただまあ僕は結構3発ぐらいでおりましたけど。そんな痛いんだ。いや9kgのボールが、うん、ガクトさんががっつり落としてくれるんで、うん、ただ単に誰かこう優しいこう感じじゃなくて、うん、もうしっかりとバンって、うん、私よりもうめちゃくちゃ耐えられたダンサーたくさんいたんですけど、うん、ただすごいなと思いました。やはりあのもう長いんですよね皆さん付き合いが。でリハーサルとか、うん、リハーサルの前にこういうトレーニングを2年とか続けてる人たちはやっぱすごい、まあ、体もすごく変わりましたし、うん、僕はその11月ぐらいで、まあ、もう決定していて、でダンサーたちも決まっていて、うん、その時からダンサーたちのから見てるんですよ。でその時と、まあ、2月またあったんですけど、うん、めちゃくちゃみんな変わりました、はい、あ、やっぱ運動すればこんだけ変わるんだなとは。だってビタリーもうキムキだもん。いやいやもうビタリーはガクチさんと付き合いをするためにはもう筋トレせざるを得ないってなってついてたらこんなムキムキになっちゃって。でもさ、首は太くないんだよね。それはね、美学だね、一個ね。特にガクトさんがそれに関してめちゃくちゃ強くて重要だと思う。首でかいのは
悪い意味で言うと、もう本当にただの筋肉バカになるっていう、格好が悪いの。だからそこはすっごく彼注意するよね。めちゃくちゃこう服どう見られるのか、うん、やはりまあその意識が、まあ、プロですから、うん、こう服が綺麗に見える体作ってると思うんですよ、うん、で私たちもこう運動してる時に、うん、いや首力入れんのと、うん、あのでかくなるよって、あの、うん、その僧帽筋使うなと、うん、僧帽筋使えば、まあ、確かにできるよ、うん、だけどこう全体正しい動きじゃないから三頭筋使うんだっていう。面白いんだそれ、うん、それからの美学だね。そうですね、すごく本人が、まあ、すごいなと思ったのはやっぱ研究してるんですよ、うん、それぞれ、まあ、ポーカーもそうだと思いますけど、はい、筋トレもそうだし食、うん、それ全部で、まあ、全部こう研究した上で、まあ、この今のライフスタイルだと思うんですよ、うん、まあ、1日1食だとか、細いとこすごい細くて、ね、出るとかおっぱいとかなんて、うん、細川文江みたいになってるでしょ大きいとこがそうボコッて出てここだけがでも、うん、腰とか足とかスッて出てとか、うん、腕も力めっちゃ強いのに、うん、その細いんですよ。そこはやっぱすごく意識していて、力があるように鍛えるのと、うん、力があるように見える、うん、鍛え方するとやっぱ違ってくると思うんですけど、うん、本人がまあ別にボディビルダー大会出るわけでもないですし、なんか綺麗な体って何なのっていうのは、まあそれこそ、まあ、ガクトさんの美学のところでもあるんですね。うん、そういう人ってさ、普通はユーモアなセンスとかリラックスして面白いところとかなくなっちゃうじゃない。はいはい、でもガクトは面白いところもあるよね。いやめちゃくちゃ、うん、たまにちょっとあれ失礼ながらもうこう小学生かってちょっともう初めてマレーシア行った時に、うん、ガクトさんの家着いて1時間ぐらい経たないうちにガクトさんがソファでゆっくりなんかこうして行ってた時にこうプールこう眺めてたら、うん、超静かに後ろからこう寄ってきてこうスルッて足かよそうそうそう足で、で撮影してるんで、うん、パーってその後はもうめちゃくちゃ無邪気な笑い方。無邪気なところもあるんだ。いやもう結構そういうところはでかいですよね、うん、まあそれこそなんかこうドッキリ企画とか、うん、ああされました。何されたの？なんかの真相坂上って番組になんか密着取材みたいに入ってる時になんか怒られてたよね。あ、まあ、怒られてるのはあれは、まあ、なんかそういう雰囲気のところをカットしてるんですけど、実は全然怒られてるもんじゃなくて、うん、ただインタビュー終わった後に、うん、あ、このスープすごい美味しいから飲んでよって言われて飲んだらめっちゃ辛くてあれも出てたね、見てた。そうなんです、うん、めっちゃ辛かったですよ。でキラ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 ってみんな笑っててそうなんだ。本人めちゃくちゃ辛いのはもう大丈夫なんですよ、好きなんですよ本人が。で私もそのメキシコンですかね、その相当にあって、あのそこも初めて行った時に、うん、あこれめっちゃ美味しいよとか言ってけど辛い、まあただ、まあ、食べてみるんですけど本当に辛いもう韓国料理とかもう全然辛くないと思いましたけど。ガッタさんは大丈夫なの？そうです、もう全然もう全然関わんないですもん、ね、中華料理とかの鍋があるとことか行くと、うん、ガクさんの前の鍋だけもうマグマみたいに真っ赤ですからね、うん、めちゃくちゃあれ入れてますもんね、赤いのが。そうなんだ。すごくこうなんですかね、お笑い好きなんですよ。なるほどね。それ考えてるのも面白いですし、本人もなんか面白いできないのかなみたいな、たまにこう考えたりとか。なるほどね。あとあれじゃないですか、確かにそのお笑いの人でやはり仲いい人が多かったりとか、ね、で滑らない話でね MVS 撮ってたもんね、うん、面白かったね。びっくりしましたよね、うん、そういう意味ではそうなんだ、お茶目ですね。あれ僕練習台に使われたんですよあ、そうなの？ あのある時食事に行ったら、うん、僕その滑らない話にガクちゃん出るって知らなくて、うん、食事に行ってで、そしたらガクさんがご食事の場で、りょうえ君、今日は順番に滑らない話をしよう急に滑った人が今日のお会計を出すっていうふうにしようってなって、いいですよ。あなた滑れない話いっぱいあるからね。いやいや、だって周り全員ガクさんの仲間ですよテキしかいないテキしかいないそれはやだ。その時は、うん、その滑らない話に出るとか知らなかったから、うん、何を言ってんのかなと思って、
で順番に話すんですよ、うん、その滑らない話的な、うん、でも僕と GACKT さん以外その時もうダンサーの子とか若い子なんで、うん、実質僕対 GACKT さんどっちかが払うしかないじゃないですか。でまあもう当然僕が先に滑りますよね。でいいんですよ。ただそういう時に限ってお会計がマレーシアですよ、うん、マレーシアの物価なのに、うん、お会計40万超えたんですよ。うん、そうと思いながら 4,5 人で40万とかってあるんだと。でまあまあ別にねいいんですよ、負けた僕はいけないんで、うん、いいんですけど、うん、その後全く知らなかったんですけど、うん、お正月頃に、うん、滑らない話スペシャルみたいなのがあったら GACKT さん出てて、書いちゃったよね。その日に、うん、その食事の場で話してた話をそのまま滑らない話にしてたんですよ。もう完全に練習に僕が聞いてた時よりもさらにブラッシュアップされて、うん、そこで本番だからストイックだな。常に何かやっぱ目的意識があって何かやること多いなと思いましたけど ね、 なるほどね。今度出ることになったんだよとか一切聞いてないですから、うん、ああみたいな。そっか、なんか大体見えてきましたね。あの GACKT さんっていうのは非常に人間性のある宇宙人だと。そういうことが分かりました。そうです、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。